手、手、手ですよ。手、手。昔漫才師で長見長子さん、手いっていう。ああ、手いですね。手いありましたね。ああ、手ね。手まり歌。手ま、敵屋さんね。敵屋さんね。敵屋さん。お祭りの。お祭りの敵屋さん。はい、いや、そんなね、長い話でもないんですけど、敵屋さんってなんか、まあ、忙しいでしょ。あ、めっちゃ忙しいじゃん。それは全国回ってあるんですもんね。全国回って、はい、しかもそのなんていうのかな、そのまあ祭り慣れはしてはりますよね。うん、そりゃそうですよね。祭り慣れ、毎日が祭りですよ。毎日毎日でしょ。うん、でね、僕らあのほんま若手の時、コンビ組んですぐぐらいの時に、はい、会社からその営業があって、はい、でそれもね、兵庫県の結構山奥に入ったとこで、はい、その仕事やったんですよ、うん、のまあそこの村祭りというか、うん、ちっちゃい町の祭りで、はいはい、で行ってくれって言われて、うん、で結構ね、その朝行って夜最終で帰ってくるぐらいまで、はいはい、日帰りなんですね。でもう朝一の電車で行って、はい、で朝からそこってもう祭りやってるんですよ、はいはい、朝の9時ぐらいから、はい、9時ぐらいからね、そのなんか行ったら全部僕らがなんかやるんですよ、はい、朝の9時からボンさんがヘオコイタの司会司会がいるんですか、はい、まあ、いわゆるダルマさんが転んだですよ、はい、ダルマさんが転んだ、あ、そうそう、ダルマさんが転んだの、あの変形版のボンさんがヘオコイタ、はい、あれの、うん、そのね、その村の中で一番その買った子にラジコンが当たるんですよ、はい、その祭り で、はい、でそれのボンさんがヘオコイタで優勝した子供にものすごい高い車のラジコンがもらえるっていうのの、そのボンさんがヘオコイタ大会が9時からまずあのそこの村の村長さんの挨拶があって、9時半からもうボンさんがヘオコイタ大会があるんですよ、はい、でそれの司会でまずやってくれって言われて、でね、小学校の朝礼台みたいなところに僕立たされて、はい、僕と相方で、はいはい、でその向こうの校庭のとこにそこの村の子供が総勢ね、300人ぐらいブワーってこう丸くなって向こうがこっち向いて立ってるんですよ。怖いですね。300人ぐらいが、はい、ほんでこっちがボンさんが横いたって振り向いた瞬間に、はい、その300人が、はい、こうこっちに向かって団体で進んでくる。うわ、すごいゲームでしょ。怖いですね。ほんで村の青年団みたいなのが動いたっていうのをピピッってして、君動いた動いた動いたって言って300人からどんどん間引いていくっていう、はいはい、ほんでその300人の中で一番最初にここまで来たやつが優勝みたいな、はいはいはい、で朝礼台先触ったものが勝ちみたいな、はいはい、いうゲームの、はい、それの司会をやるんですよ。ボサが動いた言ったら300人がダダ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 、結構すごい迫力でしょ、はい、これ、結構粋なことやるな、うんうん、でそれでまあまあ優勝誰誰とかなって、うん、でそれが終わったら今度紙飛行機大会の司会って、はい、それも300人が一列に並んで、はい、せーの投げてって僕らが言ったら紙飛行機を投げるんですよ、はい、でそれぞれ名前書いてるから番号があって、はい、それが一番遠くに飛んだ方が勝ちみたいなね、はい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 、そんなゲームとかあるんですよ、はいはい、でそれがね、あれが昼までで終わんのかな、うん、で昼からですよ、うん、さあこの手ですよ、手このね、各敵屋を鉄道でくれって言われてそれ漫才師のする仕事ですか、仕事ちゃうんですよ。だから昼から今度終わるまで、はい、あの夜まで敵屋回りせなあかんですよ、はい、敵屋さんのとこ行ってずっとその何ですか、あの例えば射的のとこ行ったら、はい、あの敵屋さんに混じって、はい、はいはい寄ってらっしゃい見てらっしゃいみたいな中で参加して、あのこれやりませんかとか言って、はいはい、ほんでそれの全部仕切りやらされたり、はいはい、であとあのかき氷、かき氷を今度店頭で売んのか思ったら、はい、かき氷この手で回すやつなんです、はいはい、それを一日中やらされるかーりかーりかーり松竹芸能見境ないですね。ほんで3つ足らんかった、水切れ取らないかいってめっちゃ怒られて敵屋のおっちゃんに、ほんで赤持ってこい赤言うて、いちごちゃうん、赤信号機みたいな、黄色持ってこいみたいな感じで、もう着色しか見てない
色つけるしかないですね。白白持ってこい言うて、そのなんかカンカンのなんかあのあれですや、糸缶みたいなやつあれが開けて、はい、で出ませんって言う、はい、言うたら、あこっちが開けとかなあかん、出えないか言うて、はい、こんなこともやったことないかよ。芸人はやったことないでしょそれ。まだ若手の頃ですか。若手の頃、はい、でそれ聞いたら5年ぐらい正直の生かされてたんですよ、その敵屋さん。僕らで5年目なんですよ、はいはい、でその敵屋さんも毎年その芸人が手伝いに来るの分かってるから、はいはい、しかもずっと1年目から4年間手伝いに来てた人がおるんですよ、はいはい、僕のちょっと先輩のね、はい、その人らがまた今年も来てると思ってるから、はいはい、だから要領分かっとるやろ思ってるからそんな厳しかったですよ、はいはい、行った先行った先でもう分かってると思うけどとか。でも顔見たら分かるんじゃないですか、分かる。4年連続来た人と。だからそっから派遣されてきてる芸人全部分かってるやろみたいな状況になってて、はいはいはい、で金魚すくいもそんなもうお前これほなこれで行っとけよ言うて、ほんでこれはちょっとあの結構水溶けやすいやつやからな、はいはい、でたまにはこっち渡せとかね、なんかその裏を教えてくれるんですよ。たまには分厚め行けよとか言って、はいはい、ほんなら要件知らんから何の話してんねん分かんないから、どうぞどうぞ言って、うちの相方がずっとねなかなか破れへんやつ渡してなんぼでも取れて大量なやつ入れ食いみたいになってほんでおっちゃんがタバコ吸いに行ったらバーって帰ってきた、もうめっちゃ減っとるやねんかい言ってこんなもん金魚なかなか増やされんねんぞボケー言うてめっちゃ怒られて、こっち渡せ言うたやろこっちを言うて、もうこっちばかり渡せ言われてめっちゃ怖かったです一日中それですよ。ほんでも肝心の漫才はないですか。ないんです肝心の漫才、漫才全然。ほんで帰りに、はい、あの村長さんが本当に助かりましたって言われますから、わかります助かりましたね。それはほんでギャラはそこでもらえないんですか。ギャラはもう帰ってから小中芸の投資で、あの頃ねそれでね7500円ずつ一日中って、そっからまだ源泉引かれて6750円ですよ。うわすごいでしょ。それでこき使われてます。苦労してますね。苦労してます。だからそれでねちょっと敵屋さんでこの手で思い出しましたわ。そんな仕事ありましたよ昔は。なるほど、えらい時代やったな本当に。